前回のイースポマニアはステージクリアしたものの残りのライフがなくなってしまったカノリン、無事ボスにたどり着くことはできるのか。どう、あと1名あった。この1名は私は一つの命で行かないといけない。スイッチを押す、これスイッチ押せたんですね。1個、4つあんのスイッチ。このここは登れないと。どこが登れてどこが登れないやつかがよくわからないね。生き返るにはお金払わなあかんの。ここはお金で命が買える世界なんですね。アイオージェムを払えばコンティニューできます。お金で命を買いました。登りたい。あ、スイッチあったよ。あ、スイッチ、スイッチあるけどこれ磁石あるやん。どうやって行ったらいい。ここか。そうだね。よっしゃ、キック、あ、キックや。夢にまで見たキック、これでキックができるんですね。スイッチ押すのは今だ、今だ、今だ。こっちまで行って逃げて倒して、お、いい感じに2つ消えてくれましたので、あー、やっとゴール。え、待って、でもゴールにはあそこに戻らないといけないんですね。え、やだ、ここめっちゃ敵出てくるんですよ。今だ、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 取れ、取って、やあ。来たね、邪魔者が。この中枢ブロックまでたどり着いたことは褒めてあげるよ。でも本当の地獄はここからさ。なんか変なとこ出たぞ。兄貴、なんか小さいのがいるぜ。小さいって言うな。僕は小悪5人衆の一人、マグネットボンバー。もう怒った。この僕直々にやっつけてやる。泣いたって許さないんだからな。マグネットボンバーを倒したいと思います。しゃあ、マグネットボンバーが使うマグネットボムはマグネットの力でボンバーマンに近づいてきます。やだ、マグネットボムと並ばないようにしましょう。え、めっちゃむずない？命何個あっても足らんかもしれへん。逃げろ。バッ、やだ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 。あー、大丈夫、あと5個あるから。え、めっちゃ難しくない？どうやって囲んだらいいの？危ない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 。待って、挟まれた挟まれた。お、いい戦いしてません？結構結構いい感じに戦ってますよ。むずいぞむずいぞ。鼻水出てきた。来い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 。同時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 多発。なんかすごいの来た。何これ、え、さっきので終わりじゃないの？なん、え、終わったと思ったのに。どういうこと、どういうこと。足黒くなってる、焦げてる。
私はどこ？あ、当たったら私がやられるのね。もうこういう方法しかわからへんけど。こういうことかな？こういうことでやってんのかな？おお、気持ちいいなこれ。勝ててよかったです。あ、勝ててよかったです。あ、これの方がいけたやんか。もう強いやつ、でかいやつ出てきたからびっくりした。いやー、時間かかった。こんな無理？残機すごかったですね。難しいですね、ボンバーマン。苦労した。思い知りました。なんとか最初のステージを攻略したカノリンのもとに強力な助っ人が登場します。次回もお楽しみに。あっちどっちそっち ABS